はいどうも、ローズティアです。はい、えーと、こんばんはと。はい、えっ、ー、と、もう今日ね、もう1時前ぐらいなんだけど、まあね、今日はなんか久しぶりになんかガヤガヤスペースをやってて、まあ別にね、スペースをやりたかったわけじゃなくて、まあ俺がやってたわけではなくて、あの俺もちょっとやってたんだけど、夕方ぐらいにね、その後に、まあ別のフォロワーがやってるところに行ってて、なんやかんやだら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 時間が延びてて、結果、えっ、ー、と、12時ちょいぐらい、今はもう、今1時前だけど、まあ、 今30分前ぐらいまでやったのかな多分いうかまあそのやってた人が寝ちゃったからこれ以上俺がいても意味ねえかなと思ってまあもう一人の人もいなくなったし何人かいたんだけどいなくなっていったからまあみんな寝たたり寝たりとかまあなんか他のことしたりとか <laughs> してただろうからまあまあそのやむにやまれず落ちた人もいるだろうけどまあまあそんな事情があったのでまあ とりあえず終わっ、えー、と、これタイトル、懐かしいピンクって、このサムネね、これタバコなんだけど、えっ、ー、と、ブラックデビルってタバコで、ブラックデビルは今もあるんよ。<laughs> ごめんなさい。<laughs> あの、ブラックデビルは今もあるんだけど、このピンクが確か今もうないよね。えっ、ー、と、何が残ってるんかな普通の、えっ、ー、と、チョコのやつとか、えーあの、ノーマルの黒いやつと、ブラックデビルだから黒いやつと、 えーとなんかチョコのやココアのやつとかな3種類ぐらいしか多分残ってないと思うよだからこのピンクとかこいつはキワものみたいあとゴールドとかもあったんだけど多分その辺は多分というかもう残ってないよねでなんかブラックスパイダーっていうのが出てそっちに移行するとかしないとか言ってたんだけど結果その前のやつ復刻してやってるからまあ両方まあスパイダーの方もあるっちゃあるんだけど、うん、だからその廃止になっちゃったタバコなんだけど フィルター全部がピンクなんよねあの確かにそのちょっとピンクあのなんだ吸い手のとこ吸う口のところがさあのピンクだったりとかその細いたこでちょっと薄ピンクだったりってあるけどここまで真っピンクのやつあんまないからあのそもそもブラックデビルって黒とかも真っ黒なんよねあのフィルターが。でゴールドなんて全部ゴールドなんよそのタバコ全部フィルターが、ま、全てフルゴールドなんよ。だから これすげえなんかあの目立っていいんだけどさなんかネタとしてはありなんだけど当時さ普通になんかその。 まあ言ったらちょっと固い会社に働いてたからさそこのさ喫煙所とかでさこれ吸ってたりしたらさすげえなんか浮いちゃうんよねさすがにこのピンク何みたいになっちゃうから <laughs> ちょっと恥ずかしかったけどでも俺あえて当時ねこれまあまあどっちかっていうと女子向きなんだけど匂いもこれバラの匂いのかだったから女子向きなんだけど割とバラの匂い好きだから俺これ吸ってたよ普通にまあ今だとバラの匂いってなんだろうロゼえっ、ー、とあれかな あのロ,ロゼってあるよ確かとな,なんだっけあれバージニアかバージニアのロゼとか多分あれバラの香りなんかな多分あ,れあれ以外知らないけど、うん、いや今はだからそれぐらいしかないんだけどこ,これその当時バラの匂いがしかも多分ねそねバージニアのやつもバラの香りは入ってるけど多分フレーバー程度なよ軽く入ってるぐらいなんだけどこれも本当にバラの花近くで匂い嗅いなのかっていうぐらい結構匂い 強かった思いがあるもうなんかこれ吸ったらめっちゃバラの匂い残るみたいな。あのね、そもそもブラックデビルって、まあ、今もあるから吸ってもらったら分かるんだけどあれめっちゃ匂い残るに甘い匂いが。その部屋とかで吸ったら外とかだったらまあそこまでじゃないんだけどあのなんか閉ざされた空間で吸ったらめっちゃ匂い残るんあれ。だから多分これもこれでバラの匂いがすげえ残るからあの人によってはちょっと深いかもしれないですね。はい まあそういうちょっと昔を懐かしむ話なんであのこんな話をしたかというとえー、っとね何というかあの今ちょっとタバコを買いに行こうと思っててこの,このラジオを撮り終わった後にタバコを買いに行こうと思ってるんだけどちょうどねそれを思った時になんか。 ーと今日のサムネ何にしようかなと思って今日別にその V の話を語る気もなかったし新しいちょっと、まあ、言ったらちょっと俺明日とか明後日とかにちょっと切り抜きの編集とか作ろうかなと思ってるから今ちょっと語る相手とかいないからあどうしようかなと思ってしかもその散々パラさスペースで喋ったもんだからさなんかそのネタを熱く喋る元気もなかったから。 言ってもねだから何の話しようかなと思って画像フォルダーをさカメラロードをバーッと漁ってたらこれが出てきてあちょうどタバコ買いに行くこと考えててツイッターにもさ多分これ終わったなんか用事終わったらタバコ買いに行こうとかって言ってたからじゃあついでにこれの話ちょっと喋ろうかなと思って今軽く喋ってるだけで全然なんかとつながりがあるわけじゃないしその俺がじゃあ今リアタイでブラックデビルを吸ってるかって言ったら吸ってないからぶっちゃけたまに買うことあるけどうんだ,だから。 あんまり意味はないんだけど、ちょっと思いつきでね、ちょっとこの話をしてみましたっていう感じですね。はい。えっと、まあそんなこんなで、今日も <laughs> えこの辺で、ちょっとね、相変わらず鼻声がまだ治ってなくて、 まあまあこれからねちょっとその作業をしなきゃいけないのにこの腹声というかこの腹水は大丈夫かなっていうぐらいちょっとしんどいけど <laughs> ま,あま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 あ仕方ないのでまあこんな感じでえっとやっていこうと思いますとはいロズティアでしたバーイ。